今日の県内の最高気温は佐賀市などで38度と予想されていて、気象台などは熱中症への警戒を呼びかけています。一方、あさって以降は台風10号が九州地方に接近することに伴い、大気の状態が非常に不安定となる見通しで、暴風などへの警戒が必要です。今日の県内の最高気温は佐賀市などの南部で38度、伊万里市などの北部で36度と予想されていて、厳しい暑さが続く見込みです。気象台などは昨日に続き熱中症警戒アラートを発表していて、対策を呼びかけています。一方、強い台風10号は日本の南を発達しながら西寄りに進んでいて、予報円の中心付近を進めば30日ごろに佐賀県に最も接近する見込みです。このため県内は29日から30日ごろにかけ、海上を中心に非常に強い風が吹き、うねりを伴ってしけるでしょう。また県内は29日から30日ごろにかけて、台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込む影響で大気の状態が非常に不安定になり、大雨となる恐れがあります。気象台は暴風、高波への警戒と土砂災害や低い土地の浸水などへの注意、警戒を呼びかけています。